今日は30日そうオープンした2日後なんですよ、うん、あれだあれ水筒かもしれないあの下だえじゃあ歩いてあちょっと行ってみようあと2時間ぐらい経ったら雨が降ってくるということで、うん、まあちょっとあのお急ぎの動画になるんですけどお急ぎお急ぎ動画お水が工業してるよえ川もあんのかなでも川もいや川あるあるああるんだ、うん、だよねなんかそんな感じだもんね、うんあ、トイレあるじゃんお手洗いもある、あ、綺麗だね あった下にほらあ、本当だ、されてるじゃんしてんだよね、今テントして、あ、キャンプしてるのキャンプしてんじゃないあ、どこもしれないねえ、すげえすごい雰囲気いいねあ、一組だけいるのかなあ、本当だ車はどこに持っていくんだ上、車なかったよねあ、ここすごい綺麗じゃんうん、綺麗、やっぱりオープンしたてだからだよね、うん、あ、公団流しもついてる流しが、すごいね水出る、まあ、出るよね、出るよねお湯も出るいや、置かない、今のところ出なかったボイラーがついてないのかもわで、あ、めっちゃ気持ちいいよ。あ、すごいね。今、留守なのかな？近っ。すごい。あ、あそこは何なのかな？あそこはできんの？あー、そこはどうなんだろう。あ、橋があそこだ。多分奥の方に歩いていけるんだと思う。あ、ここすごくいいね。めっちゃいいじゃん。雰囲気最高だよ。もう今度ここでいいんじゃない？ねえ。ここ来よう。あ、水遊びもできるのかもね。夏場はいいね、じゃあね。隠れ家的な感じだね。うん、すごくいいね。いや、これは人気が出ると思うんだけど。出るよね。橋が。かわいい。すげえなんか雰囲気最高だね。すごい。うん。めっちゃいいじゃん。うわあすごい。すごい。これは。最高のやつだ。うわ。うわ、これは本当に最高なやつだ。これはすごいね。これめっちゃいいとこ見つけた。すごいね。映像で見るよりもすごいね。うん、全然綺麗。これキャンプするんだったらどこに言えばいいんだろうね。あっち行ってみる。あそこなんかほら通路みたいになってる。あ、通路だったんじゃない？だったんだよね。昔の。うん、あ、あそこ通ってたんだ。昔の人は。え、なんでさこの道があるんだろう。どこに繋がってると思う？この道。え、すごいね。この道よ。あ、この道、うん、この道は何であるの？ワクワクするんだけど。あ、ここに、ここでもできるのかな。ここにとこもいいのかな。どうかね。いや、この道よりあっちの川沿いの道の方がすごいと思う。あれ何百年も前の多分道だよ。どこに続いてるんですか？
続く限り行ってみよう。道なき道を。わあ、これはなんか、え、これ何なんだろう、何の道かなこれ。やばい、なんかやばい、すっげえテンション上がるんだけど。すごいよ。川は綺麗。めっちゃ綺麗。川がすっごい綺麗。あ、でももう遊歩道みたいな感じかな。もうこっから車も行けないよね。何なんこれ。何なんだろう。わあ、わあ言ってるけど、わあすごい、なんかすごいんだけど。魚がいっぱいいる。めちゃめちゃ感動してんだけど。なになに、これ何なの。こちら見えますか。すっごい綺麗。めちゃめちゃ綺麗だよ。お水が綺麗ですが、何？え、ここまで来んの？あ、そうなんだ。わあ、本当だ。え、じゃあこっちからも来れるのかな。車の跡があるからね。ここも来れるのかも。え？ん？来れる？来れるのかも。車のタイヤの跡がある。じゃあここどうする。何が言っていいのか。いや、ダメだよ、ダメだよ。だ、無料キャンプ場は言わないって言ってるから、うん、言っちゃいけない、それは。でもキャンプ場オープンで書いてあるんだよ。まあ、いいか。そう。うわー、すげー楽しい。あのさ、うん、あの川の向こう側にさ、うん、通路が歩けてる完璧なところに、うんうん、通路じゃなくて水路。ああ、そうなんだ、うん、昔の人が作った。へえ。そこにほら見えてるよ。何だ、ほら、あ、鉄って繋がって、あそこ壊れてるから行く。ああ、あれ水路なんだ、うん、こちらからこう行ってどんどん流れていく。ここだけまたいい感じに、あの、平べっただもんね。平べった。平べった。水平になってる。いいなぁ。ここで、あの、ソロホームステッドに薪ストーブのテントの中に入れて、泊まってみようか。泊まってみよう。川の、小川のせせらぎと、また全周川だからね。こっちの裏の方も川だし。テナガエビとかもいそうだな。テナガエビとか取ってそのままバーベキューで焼いて食べてみたくなる。え、だってあれでもさ、あ、泥抜きしないといけないか。そうそう、泥抜きしなきゃいけないから何日かかんないとダメ。いや、だけど別に何かハンモックの服を忘れて。どこ？あら、ほんとだ。あ、ほんとだ。うわ、ほんとだ。このハンモックの紐？ハンモックなのか、タープ用の。でも両サイドにあるのよね。
多分ちょっといいやつだよね、うん、こっちとね、こっち両サイドにかかってるのを多分取り忘れて帰ってると思うんですけど、どなたか、まあ、それかもうあの、うん、またすぐ来るからいいやと思ってそのまま帰ってじゃあもうこのまま放置しますね、ですね、今週の土日泊まりキャンプに行く予定なんですよ。で、まあ、どこにしようかなと思ってて霧島方面をちょっと考えてたんですけど、ちょっとねいいとこ見つけたから今週の土日はここにしようかなと思ってます。雰囲気もすっごくいいしね。でも土日、土曜日かな、土曜日かなり冷え込むんですよ。今週の土曜日がちょうどその一泊キャンプする時がかなり冷え込むので、多分ここは山の中だからすっごい寒いと思うんだけど、この中切り株みたいな、うん、切り株だよね、いい感じだね、ほらこういうのが奥にもいっぱいあるんですよ。ずーっとこういうのでこう薪を置いてさ、うん、いいねいいねいいね、いいよいいよわあ、ここいい、すっごいなんか元気が出た。やばいやばい、来だした、風も出てきだした。これはもう車に避難しないと、ざっと降ってきそうです。多分どこか近くは土砂降りかも。そうだよね。いやでもよかった。いいところ発見したね。うん、いいところ発見した。はい、それではですね。今全部こう見てきたんですけど、今ちょうど雨が降り出して見終わったところでよかったね、うん、タイミングどうよかった、ま、だいたいもう4時ぐらい、うん、3時、はい、ということで今日は新しい無料キャンプ場を探したということでこれでああ遅かった、降り出しました。で、まあ、先ほども言ったかわかんないんですけど、無料キャンプ場なので、うん、ちょっと名前はここのキャンプ場の名前は控えさせて。無料キャンプ場なんだよね、多分ね、受付もないもんね。うん、ないから無料キャンプ場じゃなかったら名前を公開するっていう方にしようかな。そうなんですよ。うん、なので今回はちょっと名前は控えさせてもらいたいと思います、うん、はい、はい、ではそれでは今日の動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。お、雨止んだ、行こう。すごい大きいね。大きいよ。はい、ありがとう。ミックスもあったけど。あ、そうなんだ。バニラにした。はい。うわ、美味しそう。美味しそう。いただきます。いただきます。お、美味しい。新北海道ミルクって感じ。うん、美味しいね。ちょっと。
甘さ控えめじゃない？うん、ソフトクリームに甘さ控えめってあるかっつったら分かんないけど、でも甘さ控えめだよね、うん。